はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。さあ、続いてリオレースに続いて次はディアブロスですね。早速いきましょう。まああれでしょ、ディアブロスといえばやっぱ氷の属性が弱点ってことなんで、今回こそロゼッテスの出番ですよ。やっとね、もうロゼッテス作るって言ってオドガロンで全然役に立たず、そしてリオレウスではトビカガチのボウガン持ってってものの見事に失敗したと。はい、もうねって感じで。てかあれ、俺どこ行ってんの今これ。ああ、ムービー入った。お、これはもしや、おお、ボルボロス。なんだっけこいつ、ノイオスだっけか。短気だなボルボロス、お前。あれだ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 、あの超高周波出すやつ。ボルボロス短気だなお前。あのアプトロスをドスジャギから助けてくれたあの優しさはどこ行ったんだお前。あー、来たー。おお、おおおお、あ、ムービーでもう落ちるんだこうやって。リュウサだ。これナウシカじゃん。これ絶対口の中とかに入って気持ち悪いことになってるよなこれ。てかボルボロスかわいそすぎるでしょ。怖っ。お前装飾の目じゃねえだろお前。あー、立派な角ですね。突き上げられたらひとたまりもなさそうです。あー、一発でいっちゃうねあんな。今回のね属性弾はちゃんと肉質のところをね加味してくれるみたいでね、なかなかだよね。いけ、音枕セットしてねえじゃん。あ、これ回避距離アップついてんのいいわ。反動で後ろに下がりすぎちゃうのがちょっと傷だな。ていうかね、今回のディアブロスは何がねあれきついってね、あれなんだよね、振り向きながらもうあの方向の前段階のやつをやっちゃってるっていうね、あの前の俺これから突進するぞグオーっていう あのあれをもう振り向きながらやってるからタイミングがずれる。あ、切れたか。あ、ダメだ、ちょっとタイミング逃した。うわー、怖え。てかさ、ボルボルスさ、お前さ不憫だな毎回。まネルギガンテにぶっ殺されて、ジュラトドスに食われた挙句に今度はディアブロスに突き殺されるっていう、このなんか今作ボルボルス不遇じゃね。なんか割とサードとかトライの時からベテラン張ってるようなイメージだけど、なんかだんだんかませ犬的なポジションでベテランになってきてんじゃねえかお前。ドスランポス化してるぞお前。角降りたいね。あ、やべ、バーカどこに避けてんの。うっそでしょ、何このダメージ。何このダメージ。え、防具強化1回でもしてなかったら俺死んでたじゃん思いっきり。よし、三つ星、これ三つ星で
しょ、まだ足りてないんでしょ、だってこれ。これさ、機関榴弾どうかな、いけるか。あ、早っ、嘘でしょ。あ、折れた折れた折れた。ちょっと折るためにもうちょっと顔面に集中させよう。弱点に打ち込みたいけど、ちょっと今はやめておこう。あ、どっか行ったわ。あ、角もう折れた。え、嘘でしょ、早っ。え、な、え、角早くね、折れんの。うわ、出た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 。ディアブロスは毎作毎作怖いからな、本当。え、ちょっと遅れた、大丈夫か。ああ、嘘、どういう突進の仕方してんじゃってね、この野郎。よし、危ねえ、避けられた。それやめろ、ほんとマジで。飛躍のも危ねえわ。おーおーおお、なんかタックルがぬめっとしてる。やべ、貫通弾がすげえスムーズに打てる、このボウガン。え、貫通弾の打ち放題でしょこれ。やばい、すげえ使いやすい貫通弾が。セミオートじゃん、ほぼほとんどセミオートで打てるやん。何してんのあいつ。あ、尻尾切るか。そういえばこれ残念な一発ずつしか打てないからね、結構使い勝手が悪かったりする、そこら辺に関しては。いや、でも貫通弾の爽快感やばいぞ、このボウガン。いや、すごい、素晴らしい素晴らしい、これはいい、これは素晴らしい。そう、この遅さ。これに関してはあれだね、もうボルトアクションてかポンプアクションみたいになってるよ。ブルトーザーをやるんじゃねえてめえ、これやろ、ほんとマジで。てめえ、いつから工事現場で働くようになったんだ。どこにいるの。あ、下か。べーい。いやー、多分ディアブロスの素材ボウガンで使うはずなのよ。まあモラクディアか、今回ボルシュあるわけじゃないから強いのかどうかわかんないけど、てかモラクディアかあんの。先端に当たられちゃうと困るんだよね。あー、やべえ、やっちった。あー、危ねえ、間に合った。あー、やべえ、また当たっ、あー、ばっか、あぶねえ。あー、危ねえ危ねえ。お、三つ星、オッケー。いいぞいいぞ、俺はハムシを使う。俺は先行ハムシを使うぜ。さあ、こっち向けよ、ほら。ああ、バカめ、そのまま転ばしてる。ああ、ダメだ、尻尾にクソいっぱい当たってんだけど。よし、転べって言ったろ。意外と尻尾がダメだね。やっぱ横から打たないとダメだな、こいつは。
そろそろ切れない？まだ切れない。残裂弾切れるぜ、残裂弾が切れるぜ。このままだと対抗とか壊れるかな、この辺とか。え、疲れてる。あ、焦げた。え、マジで、なんで焦げた。てか尻尾無理かこれ。今スターがめっちゃかぶってんだけど。はいはいはい、危ない危ない。え、あーやべ、変か、やべ、拡散弾撃っちゃったじゃん。いやもう切れませんでした、尻尾。いや、またの機会。あー、ちくしょう。そう、モーションが分かりづらい、本当に。はい、ナイスー。はい、終わりー。ちょっと待って、リオレウスがさ、え、待って、え、リオレウスが、まあ、あ、でも一応20分ぐらいかかってんのか、とりあえずは。え、なんかちょっと拍子抜けだ、だな、なんだこれ。相性がいい武器をやっぱ選ぶんだからってとこか。そんなとこか。まあ一応それでも20分はかかったわけだから、そんな早いわけではないけど、なんかリオレースに比べるとだいぶ楽に戦えたな。はい、ねじれた角。今回はなんか折りやすかったな。なんか原因でもあんのかな。頂点に立つもの。ああ、はいはいはい、キノコが、なんか、はいはいはい。火の山を、竜の秘密を知るべきだね。はいはいはい。ちょっとキノコ語やめてくれませんかね。ちょっと日本語か竜人語で話してください。地脈回廊で迷子になってる。はあ。今は死の間際、炎の生命力を極限まで溜め込んでいるよ。へえ。地脈回廊はその名の通り大地の脈。地脈回廊の奥で竜が死んだら、膨大な炎の生命力が放たれ、地脈を駆け巡り、あらゆる場所から炎が吹き出し、空が焦げ、大地のものが跡形もなくなるよ。ああ、つまり地底火山になるわけか。へえ。これがあの竜の秘密、これがこの地の終焉。てめえ、そんな大事なことお前今まで黙ってたのか。とっとと教えろよ、アホね。危ねえなお前。それが自然の定め。まあ自然の定めだったら仕方ねえな、それ。では状況を整頓しよう。彼らの尽力で古代竜人からいくつか情報を得ることができた。はいはいはい。ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。2つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間、溜め込んだ生命エネルギーを放出する。3つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。だからつまり、クーラードリンク をしっかりと飲んで、なんだっけ、炎熱対応だっけ、南風の狩人のスキルを全員発動させておくことをお勧めするってことだな。総司令、ここは避難を優先しましょう。まずクーラードリンクを準備しようぜ。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの。殺した瞬間出るんじゃないの。しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。ですよね、親方。
渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。ああ。ここに来た理由は他にあるはずなんや。いいですか。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう。ゾラマグダラウスを導く。調べたんですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだ。ああ、なるほど。だからこれでラギアクルスとかガノトトスが生まれるっていうことね。あ、ダウンロードコンテンツですわ、これは。問題が。以前報告した通り、大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。それにあの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら。大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば。ほう。あれは消えよった。何、誰が来たの。あ、軍艦。待っていたぞ、船長。よくやってくれた。おお、あの船長じゃん。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ。ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。マジで。てかこの人さ、片目潰れてんのかな。目の色おかしいよね、片目。最新式の対古竜用兵器、激流装だ。激流装。え、ちょっと待って、最新式の対古竜兵器ってことはさ、これもしかしてさ、今までの時系列より前って話とかある。まさか、そんなことあるか。マグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし。あ、ハンターたちは。でも待った、急ぎ地脈回廊に向かえ。マグゾラマグダラオス、ラオシャンヨンとかよりも圧倒的にでかいから、くっそでかい流激流装を使ってますか。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。はい。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。さーて、ここで2択、自然の定めに従うか、それとも、定めに抗うか。俺は抗う方を選ぶっていう、なんか漫画チックな展開ないよね。じゃあ今日はこの辺りにしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。とりあえず俺は家に帰ってクーラードリンクいっぱい用意してこないと。